チロエ島の位置、カストロの町、チロエ島は、チリのロスラゴス州にある、大きな島。面積は8,394平方キロメートルで、チリの島では、フエゴ島に次いで広く、南米でも5番目に広い島。チロエ島とその周辺の小島で構成される、チロエ諸島の首島である、イスラグランデルチーロエとも言う。島の人口は、15万5千人。主要産業は、農業。 林業、酒養殖、観光である。2000年にチロへの境界群が世界遺産に登録され、観光客が増えている。本土との間に、チャカオ海峡大橋を架ける計画があり、2012年の完成を目指していたが、予算面の問題で現在、計画が中断されている。チリの本土とは、北はチャカオ海峡で、東は、 アンクーワンとコルコバドワンで隔てられている。西は太平洋に面している。南はコルコバドワンの一部を挟んでチョノス諸島がある。チロエ島は南北1 9 0キロメートル東西55から6 5トルの長方形をしている。チロエ県の首都で島の中心地のカストロは東海岸中部にあり、人口は約4万人。第2の都市は 島の北西にある九州とのアンクルである。地理の中部には太平洋沿岸部にアンデス山脈と平行に走る海岸山脈があり、チロイ島や南のチョノス諸島は山脈の南端の続きである。島の東部は海岸線が複雑で、本土との間には小島が点在している。チロイ島は南位41度から44度の間に位置しており、冷涼で湿度が高い。 西海岸には温帯帯林が広がり、その一部は国立公園に指定されている。東海岸はアンデス山脈の影響で比較的に乾燥している。ありがとうございます。